중앙전 7기 5부 물장군 스페셜 매치입니다. 강력한 앞다리로 상대를 움직이지 못하게 만들고 침으로 체액을 빨아먹는 공격을 하는 수소곤충 중 최강자 물장군은 몇 승이나 거둘 수 있을까요? 총 7차전을 치르게 되는데 역시 상대들이 만만치 않습니다. 왕진애가 무려 3마리나 출전하고 킹바분도 출전합니다. 스페셜 매치 중 가장 난이도가 높지 않나 싶네요. 그럼 1차전 물장군 대 베트남산 왕진애입니다. 捕まえようとはしているんですが、右に左に動き回る。どうしても捕まえることができません。 꽤나 박빙이었던 경기였습니다. 물장군이 여러 번 공격 기회를 잡으면서 이길 수 있으려나 싶었는데 왕진애가 당하고만 있진 않죠. 물장군이 앞다리로 잡고 침을 꽂으려고 하자 왕진애가 먼저 물어버리면서 독이 퍼지며 물장군이 패배합니다. 1차전부터 패배한 물장군입니다. 다음 상대로 진애입니다. 2차전 물장군 대 IT산 왕진애입니다. ハイチ出身のハイチ大向かで、さあ、この相手、このハイチ大向かで、さあ、今度は日本から一矢報いることができるのか。おっと、ちょっとこれ毒が、あ、まだ大丈夫ですよね。今ちょっとこう動きが止まったような感じしましたが、さあ、後ろから抱え込もうとしたが、おっと、これは、あ、後ろから引き倒そうという、あ、大向かで、これ技が多彩です。としても無駄だぞ。おっと、裏返された。 さあ、そしてこれはナスベがないぞ。あっと、一方的に大向かでのペースだ。アームロックか。アームロックから、これはピロチンアタックだ。おっと、これは、あっと、毒を注入されているのか。あっと、身動きが取れない。アームロックで動きが取れないところに、これはギロチンアタックで、おっと、毒が回っているか。今負けないという、この日本タガメ。あっと、今度は、あ、側面からの攻撃、またアームロックだ。強みされますね、このファイターね。 물장군 스페셜 매치가 맞나요? 진의 스페셜 매치인가 싶을 정도로 물장군이 제대로 힘을 쓰지 못합니다. 왕진애가 먼저 물장군을 물어버리면서 물장군의 힘이 떨어졌고 그래도 물장군이 한번 제대로 공격했습니다만 힘이 빠진 물장군을 왕진애가 쉽게 떨쳐내면서 결국 물장군이 독이 퍼져 죽게 됩니다. 스페셜 매치답지 않게 두 경기를 모두 진 물장군입니다. 그럼 3차전 물장군 대 데저트 헤어리 전갈입니다. 正面から行こうという球目、簡単に捕まえられるか。おっと、捕まえようとして、おっと、これは正攻法に行くしかないんでしょうかね。このまま戦いあぐねているような感じがいたしますけど、さあ、左スコーピオンは逆にどうするのか。がっぷり四つに組んで、おっと、これはやはり、ああ、スコーピオンラリアートを見舞っているぞ。おっと、これはどこを早速見舞われたのか。おっと、これは
バックドロップに持っていくのか。 おっと。 逆にスコーピオンがダメだ。 おっと。 あ、これは。 手を立て直したい高め。 抑え込むが。 裏返って。 よし、体勢逆転した。 さあ、ここから注意しなければいけないのはこの毒針です。 さあ、押し切りに毒針を刺そうとしているが。 さあ、これをなんとか跳ねのけて自分のペースに持っていきたい。 さあ、高めだが。 さあ、締め付ける。 これは。 危ないか。 あ、これは。 あーっと、首に見舞われたのか、この毒針が。 あーっと、運命の分かれ道だ。 あーっと。 これは惜しい。 最後の最後に。 あー、やられてしまった。 ポイズンが。 叫びに変わってしまった。 물장군이 또 잤습니다. 장갈을 뚫기에는 물장군이 침이 생각보다 약하군요. 물장군이 대자테어리를 앞다리로 잡아두고 침을 꽂으려 하면서 이번에는 이기려나 싶었는데 침을 꽂지 못하면서 대자테어리가 풀어나왔고 결국 물장군이 대자테어리의 독침에 쏘여버리면서 이번에도 패배합니다. 상대가 너무 강했나요? 생각보다 기대 이하의 경기를 보여주는 물장군이네요. 이번은 그래도 할만한 상대입니다. 4차전 물장군 대 농발검입니다. 자, 우리가 後ろから 押さえ込むような 形だったが, 今 なんとか今日1勝を挙げたいところだが, おっと, これは 立場は逆になった。 스파이더 아타크에 대해 다가메가타메で 切り返しています。 さ, 今 これは 押さえ込んで 암록か? 암록. 足を掴んでですね, 昆虫界の バンパイア。 さ, 雲の 動きを下からこう飼いくぐるような形で今、おっと、これは吸ってるぞ吸ってるぞ、お前の栄養分は全部吸ってやるとばかりに日本のバンパイア、栄養分を取られてしまった、動くことができない。恐るべしい日本タガメ、ようやく本領発揮か。さあ、だいぶ調子が出てきたぞタガメ、この調子だ。 왜 갑자기 농발거미가 뒤집혔는지 몰랐는데 자세히 보니 물장군이 농발거미의 배를 한번 찔렀었군요. 이후에는 물장군이 침을 꽂지 못했지만 농발거미가 서서히 힘이 빠지면서 물장군이 승리하게 됩니다. 드디어 첫 승을 거두는 물장군입니다. 5차전 물장군 대 스미시 전갈입니다. 分かっているのはスミスさんという偉い学者さんが発見したところから、その名前がついたという。さあ、スミスさんというのはどういう人なんでしょうかね。さあ、これはタガメ、後ろから、おっと、これは頭がいいですね。これは恐ろしいこの毒針を抑え込んで、この毒針で刺されないようにしてるんでしょうかね、タガメね。考えた作戦です。そしてこのハサミでなんとかその尾っぽを離せようとばかりに、スミシースコーピオンがハサミでこちらを落としています。でもこれを離さない、おっと、 タガメの方は、ようやくこの相手をつかむやり方っていうんですかね、陸の上での戦い方だいぶ慣れてきたんでしょうか。さあ、今ハサミを噛みついて、おっと、おっと、逃げるのもうまいぞ。さあ、今、お、これは、これは一番美味しそうなところなんでしょうかね。こう、おっと噛みついた。まずはここからちょっといただこうかというわけで、日本のバンパイア、さあ、昆虫界のバンパイアが今ちょっと体液をいただいているようです。さあ、動きは止まったスミシースコーピオン、なんとかできないのか。 생각보다 물장군의 침이 강하진 않지만 한번 찌르게 되면 공격이 제대로 통하네요. 상대가 데자트열의 전갈보다 더 단단해 보이는 전갈이라 당연히 물장군이 못 이길 줄 알았는데 물장군이 전갈의 약한 부위만 골라서 공격하면서 물장군이 승리합니다. 3연패를 당했지만 2연승을 거두는 물장군입니다. 6차전 물장군 대 일본산 왕진이입니다. 青コーナーは伝説の最強モードの殺し屋沖縄出身のハブムカで、さあこの遠距離攻撃にも落ち着いたものです。前回はね、もうだいぶ慣れてきまして、スコーピオンスミシースコーピオンというね、サソリンを一歩も引くことなく自分のペースに巻き込んでたっぷりと体液をね、吸いました。さあ、そして、おタガメ、おっと裏返ったが、波状攻撃に なんとも落ち着いて答えているようですね。自分からこう引き込もうとしているところもあるかもしれません。さあ、ただお腹を見せると
この弱い部分ですからね、これはちょっと危険です。さあ、ハブムカで猛毒があります。凶暴です。そして長生きです。さあ、逆に抑え込んだか。これはタガメロックか。タガメロック、さあそれを、これはムカデ、おっと、これはムカデロックでかわそうというのか。これはアームロックから外して、これ怖いのはこう組みついたらすぐこのチュー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 吸いまくるというね、吸血。おっと、死んだふりだったのか。よし、そしてこれは上から抑え込んで高めロックだ。さあ、ここでじっくりと、おっと、これはもういただいちゃってるのか。じっくりと背中から、あった、これはもがいているぞ。ハブムカでなんとかこれは逃げないと危ない。すいません。さあ、慎重に慎重に、おっと、これ今ぶん投げましたね。ねじり回すような形で、さあ自分のこの、おっと、これ逃れようとしているハブムカが怒ってますけど、これから、おっと、上へ逃げようとするのは後ろから、これはやばいぞ。腹を見せた。おっと、これは悪魔のホチキス攻撃か。腹に食い込んできた。そしてこの痛がっている間に、これは体液を吸ってるんですよね。ホチキス攻撃の合間にこれをたっぷりといただこうという、このヴァンパイア、悪どいぞ。考えることが、これは恐ろしい悪魔のような顔をしています。このタガメ、じわ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 とこの爪がボディに食い込んでいる。これは恐ろしいぞ。最後の一滴まで。1, 2차전에서왕진에게졌던물장군이라이번에도질려나했는데이번경기는달랐습니다왕진애가도망치기바빠서물장군이공격하기쉬웠고물장군이여러번공격한끝에결국왕진애에게침을꽂으면서3연승에성공합니다마지막7차전지난4부스페셜매치에서물장군을이겼던킹바분대물장군입니다上から抑え込もうというキングバブーンだが、スパイダー固めに効かないぞ。これはもうすでに体液をチューチュー吸ってるのか。恐怖のバキュームマシーン、さあ早くも、お、吸っていますね。これは、おっと、腕を取った、腕を取って、まずはこれは食前酒とばかりに吸っているぞ。さあ日本高めに、あっと、でもこれはもう제대로복수한물장군입니다지난킹바분스페셜매치에서는킹바분이물장군의약한날개쪽을물어서손쉽게승리했는데이번에도킹바분이똑같이동리로물장군을물었지만단단한머리쪽을물어서동리가제대로통하지않았고물장군이킹바분의다리에침을꽂으면서킹바분이죽게되며완벽한복수를해냅니다마지막경기를승리로장식하며4승3패총4승을거두는물장군입니다초반에는스페셜매치답지않은경기력을보여줬습니다만마지막4경기를모두이기면서명예회복에성공합니다리오크의전승기록과5승기록을깨진못했지만그래도멋진경기력을보여준물장군이었습니다이제5부도끝이났고중왕전7기의마지막6부왕중의왕을가리는마지막경기헤라클레스장수풍뎅이대황제장가리경기로찾아뵙겠습니다앞으로도흥미로운정보들과함께찾아뵙겠습니다감사합니다